はい、山田です。れんちゃんです。失礼いたします。ちょっと先ほどの音声で、誤解を招くような表現があったとしたら申し訳ないので、ちょっと訂正させていただいておきますけども、トレーナーの鈴木さんも、しまちゃんも、美人で可愛くていい子です。美人じゃないけどいい子だみたいなことを言ってたわけではございません。心がね、素敵なんですよ、彼女たちは。彼女たちはっていうか、うちに働いてる子みんな、方たちみんなそうですけどね。なんていうのかな。美人だから、私美人なのよっていう感じが、じゃないという感じ。謙虚さもあって、私なんかみたいなね。美人だけどそれを売りにしようとしないみたいな、感じがね、僕は、まあ、素敵だと思ってるので、ちょっと、変な表現しちゃってたとしたら、すみません。ということで、改めましてこんばんは、山田久太郎でございます。それを訂正したいがために録音を始めたのでね、またネタ考えてなくてですな。どうしようかね。今日なんかすげえ電話かかってきて、もうすげえ中断になってるんですよ。だからまあ愚痴ってもしょうがないけどね。で、ほんとね、電話かかってくると何喋ってるか忘れちゃうからね。困っちゃいますよね。だから夜とかに撮った方がいいかもしれんな。もう何回目でしょうかね。70何回目でございますけれども。まあでもプリエール明るい雰囲気で、楽しくやってるの分かってきたでしょ。うん、もう、その陰気臭い、その暗い、なんつうのかな、感じとは真反対の店ですからね。本当に明るいよね。事務所も南側向いてるしね。その風水別に気にしてるわけではないんですが、サロンも事務所も南向きでね、明るい光が入っていく。入ってくるような、素晴らしい、お店でございます。それこそね、だから客入り、もう大事だからね。それはそれでもちろん、今日もたくさんのお客様に利用していただいておりますし、お電話はそれ以上にかかってきております。本当に感謝申し上げます。お客様に感謝ね。で、担当してくださっている、まあ、出勤していただいているセラピストさんにも感謝でございますが、まあ、ルールも何もないようなお店があったとするならば、客入りはもしかしたら負けるかもしれません。です。客入りって言ったら、ちょっと言い方いけないかな。お客様の入りですね。うん。やっぱりその、少々のお触りは、我慢せえやっていうようなスタンスのお店さんとかね。それこそ、行きたがっちゃってたら抜いちゃっていいよっていうような、スタンスのお店さんの方が、ニーズに応えれるお客様の絶対数は多いわけだから、それはそちらのお店さんの方が、お客さんはもしかしたら入るかもわかりません。ただ僕はね、一定のルール、基準を設けて、その基準の中で、癒しを提供する。その基準の中で、その基準を、まあ、踏まえた上で利用してくださりたいお客様もたくさんいるし、そういう方たちに、他店さんに行っても満足できないような心の、まあ、わかんないけどね。実際知らないけど、心の癒しとか、本当に気持ちよく癒されたって言って、帰っていただくことができるお店作りを心がけておりますので、まあ極端な話、こういう風な話するとね、お客様がなんだよプリエールつまんねえなって、言う方もいると思います。あれもダメこれもダメみたいな、そんなんでメンズエステ成り立たねえぞっていうようなことを思うお客様もいると思うんですけど、それはそれで、いやごめんなさいと、ニーズに応えられなくてごめんなさいっていう気持ちもあるし、その中でも戦っていきたいと、その中でもちゃんと他のお店にはない癒しの提供ができるようなお店にしていく、まあ、していってるし、していってるつもり、これからも、これを聞いてるね、新しいセラピストさんとそういうお店を作っていく、つもりでおります。つもりというか、そういう、まあ、そういうふうに決めています。なので、そういうやっぱりニーズもあるし、
いやだからどんだけまあ生かしてくれたりとかさ、その瞬間気持ちよかったり、まあ例えばメンズエステなのに おっぱいペロンと出して、はい舐めなさいみたいな、これちょっとダメか、変なこと言っちゃった、そういうお店があったら面白いかもしれないけどさ、まあ違法は違法だしさ、そういうなんか一過性のその何癒しというか面白さを売りにする店もあってもいいけどさ、なんかさそうじゃなくてさ、本当にまあ心から癒されるというか、そういうなんか価値を提供したいですな、そういう店にしたいですな、ちょっとバックします、よいしょ、はい、そうだからもうでも逆に分かんないけどね、これは実際分かんない、うちが暇だったら他店さんも暇だと思うし、他店さんが暇だったらうちも暇かもしれないし、大体まあ同じ、まあ、一生懸命やってる店長オーナーの店だったらどんなコンセプトでも大体同じな感じだと思うけど、まあいいんだと、私はそういうルールもクソもなく金さえ稼げればいいんだっていうような方であれば、それこそ抜きやるから5000円もらう、プラスでチップもらえるみたいなのも OK としてる店とか選んでいただいて結構です。ちょっと冷たく聞こえるかもしれないけどね、だからそういうところを目標目的にしてるお店ではなくて、本当の心と心の触れ合いというかね、そういった部分を大事にしているお店なので、これからよりもっとそういう大事にしていきます。なので、ちょっとねコンセプト違いだと思う方は残念だけどね、そういった儲かればいいんだみたいなお店に言っていただいてもよろしいかと思います。やっぱり個々にやっぱり考え方では違うしね、いろいろだと思いますので、その合う店を探してみてくださいな、ですな。でまあ新マッサージもね、ちょっと次のセラピストさんからも新マッサージですから、かなり癒し度アップな、施術、施術に関しても癒し度アップな、独創的な、施術をお教えすることができますので、やっぱりいいけどね、まあ、なんだかんだ言って突き放すようなこと言ったけど、プリエールいいよね、プリエールにしなさいよ、もうもはや一番いい店なんだからって言っちゃったりなんかするわけでございますが、もう8分か。まあこれぐらいで終わりにしときましょうか。まあそういうわけでございまして、アロマプリエール、これからも、高みを目指して、癒し度アップで、男性の方を元気にする、安心していただく、やっぱり包み込むようなね、心を包み込むようなマッサージで、接客で、これからも展開していきます。そんな素晴らしいお仕事を、あなたもチョイスしてはいかがでしょうか。じゃあ失礼します。